裏千家今日案の兜門もん裏千家は佐藤流派の一つ。裏千家の子は家元とその家族らで構成される宗家を指すことも、一般財団法人協案などの法人組織を指すことも、弟子、門下生を含む流派組織を指すこともある。佐藤所流派中最大の流派の一つである。裏千家の名称は千利休からの家督を継いだ本家の表千家に対し、 今日案が通りから見て、裏にある意。宗家は、京都市上京区小川寺の内上がるにあり、京仙家宗家と隣接している。その茶室、京安は裏、仙家の代名詞でもある。なお、今日案の由来は、宗丹が亭主を務めた茶席に遅れた聖願和尚に所用があるとして、留守にした宗丹が、明日の来席をこう多彩に残した聖願和尚の、 下タびく吹きやすの書き付けから。千家といえば本来、本家の表、千家のことであったが、裏、千家の活躍もあり、近年になって文家である、武者の工事千家と合わせて、三千家というようになった。三千家の手前作法は、基本的によく似通っているが、心得がなくてもわかる、比較的目立った違いをいくつか挙げる。居城は、稽古することを許可する趣旨の書面であり、 実力認定の意味合いが強い、免状、免許、単位などとは性格が異なる。裏千家ではさらに平成12年から居場と対応した資格制度に改定した。これは従来、書伝、中伝などと称していたものを改定したもので、履歴書の資格欄に書いてわかりやすいようにという学習者の便宜を目的としたものである。資格は対応する居場をすべて取得すると得られる。 作動を学ぶ子どもたちが卒業、卒園などの後に作動を継続していくことを期待して交付している。申請者は申請校の指導者として単行階層本部に登録された学校作動生会員である必要がある。高等学校以上の生徒、学生には居場の取得を奨励している。先家三内総談は不審案を三難更新捜査に譲り、 敷地内に新たに茶室を建てて隠居し、四男戦争喪失と共に移り住んだ。この時の茶室は脅威を、利休四条半を再現したまた院、関運邸であり、これらがすべて喪失に譲られたことにより裏仙家が成立する。四代、戦争喪失は、慶安五年に、加賀前武の当時すでに隠居であった、前田と常に主管し、150国と小松城。 三の丸の屋敷を与えられた。万寿元年に、前田俊爪と元白相丹が相次いで没すると、裏、千家の四代を継承し、漢文十一年に、前田綱則に佐道として主官して百五十国と、金沢城下の溝倉町の屋敷を与えられた。以後、元禄元年までは、金沢と京都とを往復しながら、精力的に活動し、元禄十年に没した。 戦争喪失の没後すぐに五代常喪喪失が加賀藩に主管したが、ほどなく辞して伊予松山藩九州家に主管する。以降、幕末に至るまで九州家に主管しながら前田けとも交流を続けることになる。その後八代一党喪失の時に徳島藩を八塚家にも出向いている。八代また現在一党は兄の表千家七代女神祭と共に、 千家の中高とされる。彼らは茶の湯が大衆化していく中で、新たな稽古の方法として七子と式を制定するなどして、千家の茶道を広めることに成功した。今日、三千夜が茶道の代表格として語られるのは、流祖である千里宮の孔明だけでなく、この時期に広く各地の町人富裕層に普及したことも大きな要因となっている。天明八年正月開日。 京都で大化があり、表裏両千家は完全に消失している。この時伝来の道具などは大徳寺に持ち出すことができたが、数々の茶室はすべて消失してしまった。ほとんどは9代府県祭祀王によって翌年までに再建されている。11代、現現再生中は10代人独裁柏手僧の女性として10歳の時に奥殿藩、お牛松平家から養子に入った人である。 それまでの歴代が全的消極的であったのに対し、茶道以外にも、稼働、行動、用曲などに通じていて、茶箱店や立礼式の創始、和金店の復興など、明瞭で積極的な人であった。立礼式は、明治五年の博覧会に際して、外国人を迎えるための草案であり、また同じ年に、茶道の源の世を表して茶道は、遊泳とする風潮を批判するなど、 幕末から明治の変動の時代に合わせた作道の近代化の先駆として評価されている。明治4年、慶華徳楽家から養子に入ったのが12代有名祭事家僧である。明治の混乱期の中、新しい裏、千家の基礎がために勤め、34歳で家督を長男駒吉に譲った後も、側面から流儀の慎重を図った。縁の祭は、 明治29年まで6年にわたって、東京に今を移して協力者を求め、京都に戻ってからも、教本の出版や、帰還誌、教案月報などの発行を通して一般への、作動普及に尽力した。また、女学校教育の中に作動を取り入れ、かつ、教授方針の一致を図る講習会を催すなど、裏千家作動の組織化にも力を注いだ。その他、三遊式の創始や、 流し店や大園店の復興などの功績がある。戦後になって14代担々、斉広志奏が、茶道の学校教育への導入を働きかけた結果、学校のクラブ活動で教えられる茶道の大半は裏、千家となっている。担々斉はまた各地の寺院、神社にて、県茶、友茶を行ったり、海外への普及に取り組んだりと、茶道信仰に功が大きい。 全国統一の同門組織として、社団法人作動裏千家団行会を結成し、また家元を財団法人化するなど、裏千家作動の組織化も引き続き行われ、流派別の作動人口としては、最大規模を誇るようになった。こうした普及、組織化の活動は15代法運祭搬送にも、引き継がれ、特に海外普及に力を注がれた。法運祭はまた社団法人2本。 青年会議所会頭を務めた。千里休の没後、傍険の昭安の後を継いだ僧丹が京都に屋敷を構え、三男僧侍が紀州徳川家に茶道として仕えた後、千家の家徳を継いで本家となり表千家となった。その後、次男僧主は武者の工事千家を、四男僧室は裏千家を強行したのが三千家の始まりであるが、 各家共に家元は利休を初代として数える。裏、千家の家元は四代である戦争の意味な、喪失を受け継いでいる。一般財団法人共案作動総合資料館は、京都市上京区の裏千家裏千家センター内にある。館長は裏千家前家元の法雲祭宣言出。ありがとうございます。